元美容部員の和田さんです。本日もお忙しい中ご来店いただきましてありがとうございます。今回はですね、片方ちょっともうすでに、メイクをしている状態なんですけれども、大好きな大好きなアカリンのブランドですね、 D アイドルの10月4日に発売したばかりの限定品のアイシャドウなんですが、ザ・アイパレ103番釘付けのブラウンレッド、こちらのパレット一つで作ったアイメイクになります。今回はこちらのパッケージの裏に書いてあるこの方法のまんまアイシャドウをのせたらどんなクオリティになるのかっていうところをちょっと試したくてこの動画を撮っております。で、実際にちょっと固めでやってみたんですけれども、ものすごい綺麗にハイクオリティに簡単にできたので、もうちょっとこれすぐに動画を撮ろうと思って今回しております。気になる方はですね、ぜひこの裏のやり方通りそのまま真似ていただければ、こんなに綺麗なアイシャドウ完成できるので、ぜひ、少しでも参考になればと思います。それでは早速固めでやっていきましょう。はい、アイパレットってだいたい4色以上入っているものが多いと思うんですけれども、正直私個人的にですね、結構数が多ければ多いほどどんな風にメイクをデザインしていいかっていうのがすごく難しくって、でも確かにこの B アイドルさんだけじゃなくて、パッケージのこういった裏側にですね、塗り方が書いてあるものって意外と多いなと思ったんですね。ただその通りに塗ったら綺麗に本当につくのかなっていうちょっと疑問もあったんですが、今回はこの B アイドルさんで試させていただいたんですけれども、簡単に綺麗にハイクオリティなアイシャドウデザインができたので、いやこれそのままやる手はないなと感じました。ちょっとじゃあ仕上がりからまずご覧ください。綺麗すぎる。今回のこのメイクのねパッケージによると、両面をこのツヤで挟んで、メインはこの赤を上下囲むようなデザインになっているんですけれども、見た感じ結構丁寧にね色塗ってるなって見えると思うんですけれども、まあ簡単。ちょっとじゃあ早速やっていきたいと思います。今回の B アイドルのザ・アイパレ103番釘付けのブラウンレッド限定色を使ってまいりますが、こういったちょっとマルチハイライターみたいなものもセットになっているのが今回のシャドウのちょっとポイントみたいです。じゃあまず、読みながら進めていきたいと思います。アイホール全体に A、 やっぱりポイントがあって、どのぐらいの量とか回数とかっていうのがちょっとやっぱりわからないじゃないですか。なので個人的には一番綺麗に仕上がる方法は回数とか塗ったっていうことにこだわるんじゃなくて、人によってまぶたのやっぱ色味だったりとかによって発色って全然変わってくるので、しっかりと塗って引いて鏡で見た時に色がしっかり出てるかなっていうことを確認して、足りない場合はもう何度でもね重ねていただいて調整をしていけばすごくね発色綺麗に出るかなと思う。私は3回ぐらいふんわり重ねてます。でも B アイドルさんのアイパレは本当にね簡単に色が広がってくれるので、本当テクニックいらずですね。で今、1番終わったので2番、 B を二重幅の際に細く入れ、下目尻にも少し長めに入れる。今ねこれが B なんですけれども、ちょっと次細い筆を使っていきたいと思います。やっぱり二重幅の際に入れるにあたって、ちょうど二重幅ぐらいのこのブラシの細さなんですよね。私のこれ一重の方とかもですね、ちょうどこのつくしぐらいの細さのブラシですとちょうどいいかなって思います。で二重幅にもう何も考えずにねふわっと塗っていくんですが、これもやっぱり塗る回数によって見え方として発色が全然変わってくるので、塗る位置はこの通り塗っていけばいいと思うんですけれども、でも基本的には1回でつけるのではなくて重ねていく重ねていくっていうやり方の方がすごくね綺麗につくかなと思います。でその後に目尻の下に長めにっていうことなんですけど、その長めにはね皆さんそれぞれの表現をね実際に落とし込めばいいと思うんですが、個人的にはせっかく幅広く今アイホール骨のあたりまで色を入れているので、なので結構このあたりからですね柔らかく黒目の下あたりまで入れていきます。そうするとアイホールの形のまま流れのまま色がつながるようになるので、そういう意味でのねちょっと長めにっていうことかなって思います。アイホールとつなげずに本当に目尻からだけここから入れちゃうと、どうしてもこのアイホールからのつなぎがなくなってプツッと切れたような印象になっちゃって、結構ねそれだけでも印象で変わっちゃうので、ちょっとね長めにアイホールからつなげてっていうのが特徴かなと思います。そして3番目、 C を上まぶたの目頭にくの
文字、そして目尻にも入れてあげるって書いてありますね。次がこのハイライトなんですけれども、これがねまた可愛いんですよ。ここには入れてるんですけれども、これも1回だけとか2回だけとか全然制限はないので、私はね3回ぐらい、ちょっと肉眼で見た時に分かるぐらい入れるようにしています。くの字ですね、くの字、くの字で、目尻側にもくの字で、これも基本的には外側のアイホールに沿ってラメを入れていくと全体の統一感が出るかなって思います。こんな感じです。うん、綺麗。最後ですね、このハイライターをこの鼻筋と、あとは二重幅の上側の中央になんかツヤを与える、これは黒目のちょうど上の認識ですね。この辺りにツヤっと入れてあげると、ちょうど立体感のあるところに自然なツヤが出ます。ギラギラっとしたラメは入っていないので、すごい自然な印象。かわいい。はい、はい、ということで、今ちょっとマスカラもですね、お直しして完成いたしました。今両目がこのパッケージのやり方通りに作った、ザ・アイパイ103番のアイシャドウデザインになります。やっぱりもうやり方が書いてあるのですごく簡単ですし、あとは色の重ね方でその人それぞれの個性というか魅力が出てくるのかなと思いますので、今日はちょっと参考までにこちらのザ・アイパレットを使ってご紹介しましたが、パッケージのままやってみるのも楽しいかもしれません。ということで本日もですね、最後まで楽しんでいただいて本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店を心よりお待ちいたしております。